こんにちは。世界を楽園にする映画監督アーティスト増山玲奈です。本日も多摩レイクサイド FM 増山玲奈のドラゴンジャーナルをお届けしていきたいと思います。皆さん暑い日が続きますね。私昨日やってしまいました。1階でですね、1階と2階と我が家はございまして、アトリエが2階にあるんですが、非常により私のアトリエエアコン壊れてまして、涼しい日はそこで仕事をするんですが、1階のリビングで仕事をしながら、そのままうとうとしてしまって、夜エアコン止まってたんですよね。で起きて5時ぐらいに暑いなと思ったんだけど、そのままうとうと寝てしまって、寝る部屋にもエアコンがあるんですが、移動するのが億劫になっちゃって、そしたらちょっと軽い熱中症じゃないですけど、なんかこう朝ぼんやりした気持ちになってました。本当にエアコン代が怖いけど、家族なるべく同じ部屋にいるなどして、皆さん体調管理、湿度管理、調整していかなければなと思います。私は自宅から徒歩10分ぐらいのところにオフィスがありまして、移動時間が最近は少なく済んでるんですけれども、通勤などもねされてる方はマスクをして歩いてと、これは大変なことですよね。35度、超える日が多い中、38度でもまだ40度じゃないのかみたいな、状況になってますけれども、皆さん、この夏、だんだん厳しい、地球温暖化、迎えていますが、お互い体調を管理して健やかに乗り越えていきましょう。というわけで、本日のラジオ番組としましては、今目下取り組んでおります9月13日からロシアのアムール州で開催いたします、アムールの秋映画祭日本シネマデイズの様子をお届けいたします。今週も、協賛は、マッキー様にお届け、マッキー様と一緒にお届けします。また株式会社 KYI のご提供でお送りいたしますので、ぜひ皆さん、まずはですね、こちらの映画祭なんですけれども、日本から、6本の映画を上映をいたします。今ですね、字幕をつけているんですけれども、この字幕をつける作業というのも大変クリエイティブです。作品の世界を、なるべくこの読者の方、視聴者の方、映画の鑑賞者の方に、この場合はロシア人の方に伝わるようにということで、今回はサンドイッチマン富澤たけし監督が、初監督された花嫁の手紙、そしてロシアでの正式配給が決まりました井上雅樹監督のソローキンの見た桜、そして、若い羽田玲奈さん、26歳の若き殺陣師であり女優である、羽田玲奈主演作品のいびつな体温、そして、このいびつな太陽は片山監督様の、監督作品となるんですけれども、また、セカンドプロローグ、心を開いてという作品もございます。こちらは一般公募の方から選ばれました作品となっております。素晴らしい作品なんですけれども、本日は、監督様からのメッセージも、お寄せいただいていますので、ところどころですね、皆さん監督様のメッセージを、お伝えしながら、お届けしていきたいと思っております。まずはですね、花嫁の手紙というサンドイッチマンさんの作品をご紹介をさせていただきたいと思います。こちら私、一般よりも早くこの、上映するということで、字幕をつける作業をさせていただくということで、ありがたいことに作品もすでに拝見させていただくんですけれども、皆さんご存知の花嫁の手紙というサンドイッチマンさんの、素晴らしいコントがありますよね。コントを元にした作品です。ナオッチと言います。こちらは、ちょっとおっちょこちょいの、女の子が主人公でして、ちっちゃい頃からこう緊張すると
なんか頭がいっぱいいっぱいになって喋れなくなっちゃうっていう女の子が、結婚する際に初恋の相手と結婚をするんですけれども、この結婚式でちょっとパニクっちゃっていろいろ、ご祝儀のことを言ってしまったりですとか、お母さんが整形をしてたことを言ってしまったりとか、そういったドタバタ劇なんですけれども、こちら本当に心温まる、そしてなんか笑えてしまうというか、お笑いあり、そして、心温まるシーンありという素晴らしいエンターテインメント作品です。こちらのサンドイッチマンさんって本当に才能のある方だなと思いますし、また素晴らしいスタッフさんに囲まれて、こちらは札幌テレビさんの制作作品で、福田咲さん、風間徹さん、川上舞子さんなど素晴らしい役者の皆さんが、ストーリーを支えておられます。では富澤たけし監督、そして伊達きみおさんからメッセージをいただいておりますので、皆さんお聞きください。監督の富澤たけしです。どうも。この度はですね、私の映画花嫁の手紙が上演されるということで、非常に嬉しく思っております。しかしながらですね、日本のコメディなものでどのぐらいそのロシアでね通用するのか分かりません。ロシアの結婚式では、花嫁が手紙を読むのか、それすらも分かりませんけども、ぜひ笑っていただけたらなと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。伊達さんから何か。この映画に出ております、日本の、トップ漫才師、サンドウィッチマンの伊達と申します。うちの相方富澤の監督作品でございます。ぜひご覧ください。僕もちょっとだけ出ておりますが、日本の歌を、今日本で一番流行ってる歌を歌っております。日本のね、着物を着まして、歌っております。ぜひご覧ください。ちょっとお腹がね、痛くなるシーンとかもあったり、しますけれども、今実はこの映画が本当に日本で話題になってまして、大きなテレビ局のですね、一番見る時間帯に、2回連続で流れるとか、そういうこともありますので、ぜひぜひ日本の映画お笑い、ぜひ、ロシアの皆さん通じるか分かりませんけども、ぜひともご覧ください。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。はい、ただいまいただきましたのはサンドイッチマン富澤たけし監督がロシアの上映についての寄せてくださったコメントとなります。なんだか日本シネマデイズ今年で2年目になってきましたけれども、なんだかだんだん日本を代表する、エンターテインメントコメディアン、そして監督の富澤様からこのような形でコメントをいただきまして大変光栄です。ではですね、次はレンレンドーファという作品について、お届けしていきたいと思います。こちら今関昭義監督様の作品、最新作となっております。この、カンヌでも、主演を務めました大島ハコさん、そして、ファッションモデルとして10代をはじめさまざまな世代に人気があります、おしゃれでかわいいフォトジェニックな元浦、セリナさんが、義理の、親子を演じまして、お父さんの再婚相手できた大島ハコさんと一緒に元浦さんがなぜか台湾旅行をするということで、台湾で美味しいお食事ですとか美しい風景、そして人々の優しさに触れて、この親子の心の距離が縮んでいくという、とても素敵な、ストーリーです。色もとっても綺麗で、で食べたことのないこのレンレンドーファっていうのは、ドーファというのは、台湾のスイーツにあたるんですけれども、私恥ずかしながらドーファをまだいただいたことがなくて、作品を拝見させていただきながら、どんな味なのかなっていう、プルンとしたねゼリーのような食感で、豆乳ゼリーみたいな雰囲気なんですけれども、どんな味なのかしらと思って、拝見しておりました。また臭い豆腐と書いた、
シュー豆腐というのも出てきまして、こちらもどんな味なのかしらということで、皆さん五感をフルで感じていただく作品です。このレンレン豆腐というのは、もともとはレンレン風神という台湾の巨匠監督ホーシャオシェンという有名な、映画、ホーシャオシェン監督の、レンレン風神という、作品を元にして、この今関監督が付けられたタイトルだそうです。つい昨日もですね、レンレンドーファってロシア語で音だけ聞いてもわからないよっていうことで、ロシアの映画祭の審査員様から、ご連絡がありまして、もうちょっとわかりやすいタイトルつけてほしいなぁなんて言われて、でも今関監督はこのレンレン風神にかけてるんだよという映画人のその思いがあるものですから、妥協点としまして副題をつけるということになっていったわけなんですけれども、なんだか一つ一つの作品に向けて日本側でもロシア側でも、そしてこちら今字幕をつけてくれているのはウズベキスタンに住んでいるロシア人の方で翻訳していただいているんですが、この字幕がまたすごくて、カラフルな世界に合うカラフルな字幕が、電話が鳴ったら電話のところに声が出たりとか、なんだかすごく凝って作ってくださってるんですよ。私も今日これからダウンロードして拝見するんですけれども、これは字幕というよりアニメーションっていう感じで、で元浦さんの大ファンになっちゃったらしくって、このウズベキスタンの字幕を作ってくださったチームが、なんだかすごく素晴らしい世界が誕生している予想ですよ。で、国際映画っていうのが今舞台挨拶に、現地にて立てないんですけれども、監督さんからですね、そして主演女優の大島ハコさんから素晴らしいメッセージをいただいておりますので、ぜひ、そちらの方拝見させていただきましょう。では今関監督、そして主演の大島ハコさんからのメッセージです。どうもこんにちは、映画監督の今関明義です。今回私の映画レンレンドーファーを選んでいただき本当にありがとうございます。今回本当に残念なことは一つ、私がそちらにお伺いできない、行かれないことです。しかし僕のこのレンレンドーファーという映画を見ていただいて、少しでも心が柔らかく優しくほっこりとした気持ちになってくれたら嬉しいです。台湾で親子、まあ、血がつながらない親子なんですが、その娘とお母さんが旅をする物語です。ぜひロシアの地でこの柔らかな旅の物語を楽しんでいただけたらと思います。レンレンドーファをこれからご覧になる皆さん、こんにちは。主人公のナオを演じた元浦セリナです。レンレンドーファは台湾の美味しいスイーツとともに台湾を旅する、心温まる、そして心のポケットにしまっておきたくなるような優しくて可愛い映画です。きっと皆さんも映画を見終わった頃にはお腹が空いてるんじゃないかなって思います。それではナオと一緒に台湾を旅するような気持ちになってご覧いただければなと思います。では元浦セリナでした。プリビエ、イエハコオシマ、皆さんこんにちは、大島ハコです。今回はアムールの秋映画祭でレンレンドーファが上映されるということをとても嬉しく思います。本来ならそちらに伺って皆さんにお会いしてご挨拶したかったんですけど、それが叶いませんでした。とても残念です。でもまあ映画祭は来年も再来年も続くので、いつか行けるように頑張りたいと思います。今準備中なんですが、日本とロシアの合作映画都市蔵の刀にも出演しているので、そちらで行けたら嬉しいなと思います。でまた今関監督ともタッグを組んで新しい作品ができてお伺いできればリベンジできればいいなと思っています。まだまだ大変ですが、皆さんお体に気をつけて台湾に、この映画を見て台湾に行った気持ちになっていただければ嬉しいと思います。どうもありがとうございました。大島ハコでした。スパシーバー。
今関監督ありがとうございます。今関監督のおかげで大島箱ブームロシアで来ますねこれはっていう形で、本当に、素晴らしい、こう画面を見てるだけでも幸せな気持ちになる映画です。でんでんドーファ皆様お楽しみください。そしてですね、次にご紹介していきたい作品なんですけれども、いびつな体温、映画いびつな体温2020年出来たてのほやほやでございます。こちら片山拓監督という20代の監督が、制作しましたアクション映画で、こう両親と死に別れ貧しいながらも幼い妹を大事に育て上げてきた斉藤真也、恋人の明とも関係は円満だったが、ある日突然姉妹2人は何者かたちに襲われてしまう。 PTSD に苛まれるようになった妹のためにも、マヤは、犯人たちの復讐へと心が病んでいくがっていう、結構ね、おどろおどろしい内容でして、そして、この60分フルでね、アクションが続くんですよ。演じるのは我らがこのアクション女優として、今歳三の刀という映画を作ってますけれども、この歳三の刀のアクション女優としても出演してくれております。大変才能のある立石の、金田玲奈さんです。金田さん、本当にギリギリに、この作品送ってくれましてですね、8月の最初だったかなに60分バージョンを拝見して、ちょっとフルではちょっと難しいということで、今年はちょっと短編っていうことになってるんですけれども、それもギリギリに上げてくださって、なんていうか最も若く勢いのある最新映画が入ってるっていうのも日本シネマデイズらしくていいんじゃないかと思うんですね。では、主演の金田玲奈さん、そして監督の片山拓様に、コメントをいただきます。映画いびつな体温、監督の片山拓です。主役の金田玲奈です。今作は、アムールの秋映画祭にノミネートしていただき、ありがとうございます。ありがとうございます。今作は、主演も務めていただいた金田玲奈さんが、主演と同時にアクション監督もやっていただき、いろいろ立て付けやいろんなアクションの指示をしていただいて、結構すごいアクションが盛りだくさんというか、すごい迫力のある作品になってますよね。はい、ありがとうございます。なんか金田さんが思い出に残っている撮影のシーンとかってあったりしますか？いや、もう全部なんですけれども、一人一人の役者さんがもう個性的すぎるんですね、うんうん、その人に合わせたアクションを全部つけていくんですけれども、やっぱ私が普段時代劇刀を使ったアクションなんですけれども、今回はこう日常のもの、ほうきとかバットとか、そこにあったものを使ってこう、うん、アクションして戦っていくというシーンがたくさんで面白いですね。そうですよね、はい、ちょうどクランクインした日も、はい、急遽雨になって、そうなんです、ね、でその日にちょっと台本になかったアクションで、うん、その傘を使おうということになって、そうそう、もうみんなの傘をぶんどりましたね。そうですね、カメラも大丈夫かなってなって、ね、でまあその中で傘を使った上での演出というか、盾をするっていうことも、まあ金田さんが提案してくれたアクションもそうですし、うん、急遽そこに対応してくれた役者さんもいて、すごいこう急遽とは思えないぐらい段取りもね。ありがとうございます。傘2本折りました。バッキバキになりました、ね。そうですよね。金田さん、なんか印象に残ったその演出というかシーンはあったりしますか？いや、もうやっぱり最後の泥まみれのシーンですかね。見ていただいたら分かるんですけれども、やっぱその愛が溢れすぎた上であの戦いになってしまって、もう夢中になって夢中になって、あのドロドロ、あれもたまたま泥があったんですよ。そうですよね、たまたま、また雨が降ってて、別の日に雨男がいるんでしょうね、雨女がいるかどっちかと、誰かしらたまたま泥があって、その時ぶわー殴り合ってた時にぐちゃってこう2人してドロドロになりながら、こうもう愛のこのなんですか、もうむき出す感じといいますか、はいはいはい、その人間味あふれたアクションを、ぜひ見ていただきたいですね。あのポスターがヒントになってるかと思いますので、ね、まあ、多少泥飲みましたね。そうですよね、電車に乗るのがどうしようかと思う。あ、そうです ね、 ね、帰りの電車はすごい視線を、ね、そうですよね。そんな中央線でした。、はい、
そんな感じで、なんかすごいなんかアクションとしても楽しめると思うし、なんかこういう兼ねたレナっていうのも多分見たことない方も多分いると思いますので、ちょっとそれも楽しみにしていただければと思う作品になってると思いますので、ちょっと皆さんぜひお楽しみにしていただければと思います。はい、はい、以上いびつな太陽、主演の兼ねたレナでした。監督の片山拓です。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ただいまいただきましたのは、いびつな体温、片山拓監督、そして主演の金田玲奈様からの、メッセージです。2人ともコメント寄せていただきありがとうございます。はい、続きましてはですね、セカンドプロローグ、扉を開いてという、作品を紹介していきたいと思います。こちらは高瀬由香さん、小学館のジュディコミックで連載されておりましたセカンドプロローグという、漫画ですかね、漫画を、原作にした作品で、辻元和夫監督、そしてプロデューサーの菅力さんが、作られた作品です。内容は離婚を経験したキャリア女性が心を開いて再出発するまでを描く大人のラブストーリーとなっております。閉塞感漂う現代、失敗して勇気を失っている人に向けて届けたい、もう一度頑張ろう、仕事も恋もということで、作品を見た後についなんかキュンとしまして、大人でもキュンとできるような、そしてあったかい気持ち、をもう一度思い出せるような、あ、こういうのが映画の力なんだって思うような作品でした。カメラワークもですね、ドローンなんかも多用したりして大変ダイナミックで透明感のあるカメラワーク、素晴らしかったです。でこちら一般公募の中から審査をさせていただいた作品なんですが、審査中には気づかなかったことがありまして、なんとですね、こちらに出演しておりますメンソールという劇団の杉本さんという方いらっしゃるんですけれども、役者さんの杉本さんがですね、私がもう20年ぐらい前に劇団の旗揚げのチラシを書いたことがあるんですよ。で、なんか懐かしいなと思いまして、20年経ってエンターテインメントの世界でこういうふうに頑張ってるんだなということが分かって、とっても勇気をいただきました。本当にありがとうございます。本日はプロデューサーの菅力様よりコメントを預かっておりますので、菅様のコメントをお聞きください。はい、今回アムールの秋映画祭で上映をしていただくことになりました、セカンドプロローグ、扉を開いてという作品のプロデューサーの菅と申します。この作品はですね、バツイチの30代の女性が、仕事と恋愛にもう一度頑張ってですね、向かっていこうっていう、本当にシンプルな、ラブストーリーとなっております。今回、主演の、原田香奈さんが、30代、女性のですね、本当に繊細な部分を見事に演じていただきました。また相手役の、村上信五さんも、本当に爽やかな設計師を演じてくれました。また脇ではですね、ニトリのあったかウォームの CM でおなじみの清水慎さん、劇団メンソールの、杉本涼志さん、座長の杉本涼志さん、岡野真奈美さんが、脇をしっかり固めてくれました。見事なキャスティングができたかと思います。この作品はですね、今まで、日本では映画祭とかあと YouTube でも、3日間限定で配信をさせていただきましたが、本当に賛否両論、いろんな感想をいただいてるんですが、中ではですね、一番嬉しかったのは40代女性の方からのご感想で、久しぶりに旦那さんと手をつないで歩いてみたくなったという感想をいただきまして、本当に、嬉しい思いです。そのようなロシアの方々見ていただいてですね、そのような感想をもしいただけたら本当にありがたいと思っております。あと音楽はですね、ルーベルベットの佐賀達彦さんが、本当に繊細な音楽を作ってくれました。ル・ベルベッツはですね、4人組の、ボーカルグループなんですが、佐賀さんは、いつも歌手なんですけれども、今回音楽を作っていただいて本当にありがとうございました。以上です。ありがとうございます。
ありがとうございました。プロデューサー菅力様より、コメントをいただきました。続きましては、貞子の鶴、地球をつなぐという作品をご紹介させていただきます。こちらは私、増山玲奈が監督した作品になりまして、2017年の作品です。原爆の被害に遭った少女貞子が白血病を発病し、折り鶴を折って回復を願ったが12歳で亡くなってしまった。子どもたちの平和で健やかな未来を願う作品となっております。戦後、70年の2015年から制作を始めて、5000人ぐらいの方にね、エキストラであったり募金であったり様々な形で、力をいただきました。主演を、私の、長女リアンさんが演じておりまして、リアンさんが出会う少年がコウキくんというですね、福島の郡山市に現在住んでいる福島原発事故を体験した少年が演じております。将来このコウキくんが演じた新次役という、少年が貞子さんと出会うことによってジャーナリストになるというストーリーなんですけれども、この、新次くん役を、大人の新次くん役をですね、夫の柴玲が演じています。不思議な映画ですね。そして近藤智美さんとおっしゃいます、現在北海道で活躍されている元ミス、インターナショナルの、ミスツーリズムワールド世界一チャンピオンの智美さんですとか、楽曲制作はスーザン・オズボーンさんにお願いいたしました。インターナショナルな作品となっております。こちらも久しぶりにですね、こういった形で上映をさせていただいて、大変嬉しく思っております。そして私たち今目下取り組んでいます日露合同映画都市蔵の刀も予告編を制作いたします。こちらは増山玲奈監督、アンドレイ・ムイシケン監督が制作いたしました。主演は山本修、そして加藤時子、辰巳拓郎、辰巳麻里恵、新井啓太、金田玲奈、マキシム・コロソフといったこの日露の素晴らしい、芸能界の役者様、そして歌手の皆様に参加していただいております。内容は新選組鬼の副長土方歳三が函館からロシアに渡ったという設定の歴史ファンタジーストーリーです。なんとアレキサンドル2世に歳三が出会ってしまうという、そういったワールドワイドでダイナミックな設定なんですけれども、現在制作準備中、役者の稽古などを進めております。コロナを収束させて、国際交流をしながらこういった映画を作っていきたいと考えております。現在モーションギャラリーにて、歳三の刀応援クラウドファンディング開催中です。ぜひエキストラ参加は1万円から、お願いできてますのでご参加いただけたらと思います。というわけで本日もラジオの方お聞きいただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。はい、ありがとうございました。はい、では放送の方を終えていきたいと思います。この放送はマッキーリスム様、株式会社 KYI、一般社団法人ユーラシア国際映画祭の提供でお届けいたしました。一般社団法人ユーラシア国際映画祭は現在日露合同映画歳三の刀の制作を進めています。メインキャストである近藤勇さん、そして近藤勇の血を引く、美女剣士の役をオーディション募集しております。また町人、そして、この道場の先生など師匠など様々な役がございますので、この映画にぜひ参加したいと思われる方は東京都日野市多摩平 2-5-1 一般社団法人歳三の刀オーディション係までお送りください。メールの場合は office@eurasia-.com までプロフィールをお送りください。ご応募お待ちしております。最後までお聞きいただきありがとうございました。